F1 グランプリ、テニスのオーストラリアオープン、クリケットの大会など、さまざまな国際的スポーツイベントが行われる場所として非常に有名です。今回テンダンス選手権の会場となるのはボーダフォンアリーナ。ここで1週間にわたりいくつもの有名なダンス競技会が行われます。もちろん注目は世界テンダンス選手権。ダンス競技の最高峰とも言われるこの大会、選手たちには集中力、スタミナなど多くのものが要求されます。3年連続で優勝したロシアのペアが出場しないことで勝負の行方は分からなくなりました。優勝候補に挙げられているスロベニアのペアに話を聞きました。 I think every round is a new experience. Every round is a fresh experience. But yes, we expect to be in the final and probably go for the title this year.But we will see what happens. Our work is to do our best on the floor, and what happens next, we will wait and see. 33カ国の代表が集いました。さあ、どの国のペアが優勝するのでしょうか。テンダンスでは選手たちが文字通りさまざまな種類のダンスで競い合います。変わるのはコスチュームだけではありません。ムードの必要なワルツから情熱のラテンまで、高いスキル、そしてかなりの集中力が要求されます。決勝に残ったペアは6組。地元オーストラリアのアダム・ブレイキーとメガン・アルダートンのペアも残っています。他にはドイツ、イタリア、モルドバ、ロシア、そして優勝候補のスロベニアのペアも決勝に進みました。地元の声援を受けて登場したのはオーストラリアのブレイキー・アルダートン組です。さて、この大会解説に IDSF 理事で ADSF 会長おなじみの鵜飼啓司さん、そして実況番新一郎でお送りしてまいります。鵜飼さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはスタンダード部門のソロワルツです。地元のブレイキーアルダートンペア、非常に丁寧にですね、はい、姿勢も壊れなくてですね、いい踊りをしてますね。オーストラリアはダンスは盛んなんでしょうか。そうですね、このメルボルンもですね、はい、この州で大体300万人ぐらいの人口のうちね、1% がこのダンスポート連盟の会員だそうです。いいですね、はい、流れがスムーズで。決勝に残ることができたことを大変に喜んでいました。オーストラリア地元のペアの最初のダンスでした。続いてはドイツのクリストフ・キースとブランカ・リバストロンのペアです。ですね、出足は良かったんですけどね、はい、途中少し男性がどうですかね、ちょっと焦り気味というところが感じられますね。テンダンス選手権というのは、スタンダードとラテンの、ね、両方で採点されますのでね、なかなか両方が素晴らしく得意だという人は非常に少ないんですけども、今大会はその中でもレベル高いですね、両種目ともですね。この組はどちらかというとラテンの方が得意かもしれませんね。はい、はい、でもスタンダードもね、いいです。はい、
ナンバー23番ドイツのクリストフ・キース、ブランカ・リバストロンのペアでした。イタリアですね。そうですね、イタリアのアンドレア・ギジアレッリとサラ・アンドラッキオのペア。この組はスタンダードを得意としてますのでね、はい、非常に楽しみです。ゆったりとね、いい踊りしてますね。ああ、綺麗です。まあ、準決勝までもこの、ワルツから非常に高い評価を受けましたイタリアのペアです。決勝に残っている6組が今ワルツのソロの演技を続けています。さあ続きまして、ヨーロッパのテンダンス選手権のチャンピオン、モルドバのペアになります。イバン・ズゼルチェックとオルガ・チェバリのペア。この組もですね、はい、非常に若いユースから上がってきた組ですね、はい、この組はあの男性女性のですねラインというかそのシュルエットがですね非常に綺麗で、ああワルツはいいもの持ってますね。で男性女性のタイミングがですねよく合ってますので、ね、はい、軽い踊りという意味ですね。あの若干そのパワーはまだないとは見えますけどね、うん、ワルツはいいんじゃないですか。ワルツはそれほどパワーは強調はされない踊りが、いやパワーたくさんあった方いるんですけれども、うん、その表現には出てこないんですね、うん、ね、一見いいですね、はい、モルドバのペアでした。さあ残りは2組になっています。ロシアですね、ロシアですね、アレクシー・シルデとアナ・ファストーバ。この組はどちらかというとラテン系の選手で、うん、スタンダードやるには男性のネックライン、ショルダーラインがね、はい、少し硬いんですね。硬い、はい、だから柔らかみが他の選手と比べてないですね、うん、膝も硬いですね。スタンダードはあんまりいい点がつかないかもしれません。あ、そうですね、男性がどうしてもあのフレームといって腕でですね、うん、女性を動かしていこうとするところが見れますからね。音楽的にもまずいですね。もちろんその一定のレベル以上にはあるんですよ、はいはい、ロシアのペアでした。さあ最後のペアは優勝候補筆頭に挙げられていますスロベニアのペア、おなじみのミンシャチゴイ、アナスタージャノボジローバのペアです。はい、日本でもファンが多いですね、おなじみの選手ですね、もう技術的には安定してますね、はい、ブレがないですから、まあ、いいですね、安定してます。審判員がですね、はい、うん、採点するのに自信持って安心してつけれるんですよね、はい、どこ見ても安定してますから、
まあ、ヨーロッパのテンダンス選手権ではモルドバのペアに優勝をさらわれてしまった、はい、ということですが、まあ、その日の調子とか、あの会場のね、あのスペースとか、うん、若干影響しますからね。そうですか、はい、ワールドカップでは優勝を飾りました、はい、このスロベニアの、はい、いいと思います、はい、この会場は十分に広いし、うん、大きなあの観客席もありますからね、踊りやすいんじゃないでしょうか、はい、さあ今度はワルツグループでの演技になります、はい、ロックも一緒に踊りますね。あ、いいです。審判員は全部で9名、はい、日本からも、手塚さんでしたか、はい、手塚さんね、はいはい、ミッキー手塚さんが審判員として、はい、この決勝をさばいています、はい、ソロとグループでやはりあの演技の色合いというんでしょうかね、はい、変わってくるもんですか。はい、あのソロの時はね、はい、あの他の組に邪魔されることはないんで、自分のペースで踊りますね。で丁寧に踊ります、うん、はい、グループの時はですね、はい、攻撃的にね相手を意識して踊ります、はい、さあワルツの演技が終わりました。その採点です、イタリアのペアが1位をつけた審判が5人おりまして、トップ、その後がスロベニア、しかし非常に接近をしていますモルドバが3位、4位はドイツのキーストロン組、そしてオーストラリア、ロシアと続きました。さて場面がガラリと変わってという感じになります。2種目目はタンゴ。ロシアのカップルはどうしてもやっぱり硬いですね、はい、男性が、うん、はい、タンゴには合ってませんか。いや、タンゴはね、そういう雰囲気はもともとある種目なんですけど、はい、肩とか腕で力入っちゃうと動けないんです、うん、なるほど。いいですね。これはスロベニアのカップルですね、はい、いいですね。ミーシャ・チノイ、アナスタージャ・ノボジローバのカップルです。ちょっと弱いですね。あ、モルドバのペアですね、はい、弱いですね、はい、モルドバのカップルはワルツは3位でした、はい、リズム的にも少しずれてますね、はい、この中では、はい、この10番のオーストラリアの選手はですね、姿勢が壊れなくてどちらかというと無難に踊ろうという意識が見れますね。イタリアはいいです、はい、26番がイタリアのカップル、そしてこれはロシアのカップルになります、はい、23番はドイツのペアです、はい、キーストロン組、はい、このイタリアのカップルがワルツトップでした、はい、タンゴといってもですね、状態を硬くしてしまうという動きなんですね、さあそれではタンゴの結果です。イタリアのカップルが1位、2位がスロベニア、ここまではワルツと変わりません。そして、ドイツのペアがモルドバを抜いて3位、4位がモルドバ、そしてロシア、オーストラリアの順になりました。さあ次の種目はビニーズワルツです。華麗に踊ります。そうですね、このドイツのカップルはビニーズワルツはタイミング的に動けませんね、うん、女性が反りすぎてるんでしょうかね。はは、合ってませんね、うん、いますね、はい、6000人近く入ってますね、はい、んなお客さんの方です。
地元のオーストラリアブレイキーアルダートンです。いいですね、はい、相当な練習を積んできたでしょう、ここを目指して。そうでしょうね、地元での大会です、はい。そしてスロベニアのペア、ああ相変わらずいいです。ロシアのカップルはビーニーズワルツは他の種目よりいいみたいですね。ああそうですか、はい、画面のこのカップルです。さてここでもイタリアのイジアレディとアンドラッキオペアが圧倒的な強さで1位、スロベニアが2位、3位モルドバ、1ポイント差でドイツは3位を逃しています。そしてドイツ、ロシア、オーストラリアの順になりました。4種目目、スローフォックストロット。モルドバのカップルです。ここまではいいですね、はい、今のところは甘いですね、うん、はい、もうイタリアの国はね、スタンダードはもう圧倒的に安定した踊りです、ね、なるほど。イタリアのカップルは26番のナンバーです、はい、ワードシア。ロシアの国、同じこと何度も言いますけど、はい、どうしてもその肩ですね、うん、これから腕に力入っちゃってますから、そこばっかり目立っちゃうんですね。ドイツの組は、はい、ホップスロットは先よりもいいですね、うん、でもやはり女性の立ち方に問題が少しあるみたいです。そうですか、これは地元オーストラリアの方です。いいと思います、はい。ミーシャはやっぱり安定してます、うん、スロベニアのミーシャ・チゴイ、アナスタージャ・ノボジローバのペア、これがイタリアのカップルです。3種目終わったところではトップです。あ、このスローフォックスでもやはりイタリアが1位、オランダの審判以外はイタリアのペアに高い順位をつけています。2位も変わらずにスロベニア、3位がモルドバ、わずかな差でドイツはまたしても4位です。そして5位6位オーストラリア、ロシアというところも変わりません。変わってクイックステップソロです。先ほどとは逆に今度は番号の大きい順から、39番スロベニアのミーシャ・チゴイ、アナスタージャ・ノボジローバの組です。ここまでのところは全ての種目で、まあ、残念ながらイタリアのアンドレア・ギジアレッリ、サラ・アンドラッキオペアの後陣を配するという形で2位につけています。いいですよ、はい、あそこで、ね、カップルを組んでるのが、ね、外れちゃいましたけど、はい、あれは多少減点になります。大きな拍手を受けています。ビッグステップのソロの演技、スロベニアのカップルでした。続いてモルドバのペアになります。モルドバは、まあ、黒海の近く、ウクライナに囲まれるような形で、まあ、本当に小さい国ですが。そうですね、はい、それほど人口の多くない国ですけどね、非常に盛んですね、モルドバ。
常に美しいカップルなんですけどね、はい、これからが楽しみですね、はい、ワールズからどん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 と種目が進むに従ってね、少しずつやっぱりまだまだというところが出てきてます。出てきてますか。これからの選手ですね。しかし、まあ、素人目に見てますと非常に体の線の綺麗なカップルだなという感じがしますよね。美しいカップルです、ね、非常にそのアピールするところがうまいですね、はい、モルドバのイヴァン・ズゼルチック、オリガ・チュバリの組でした。さあ、そしてここまで全ての種目で1位を出しています、イタリアのアンドレア・ギジアレッリとサラ・アンドラッキオの組です。この前まで3年連続で優勝したロシアのマラット・ギマエフ、アリナ・バシラクの組がこの大会には参加しておりません。したがって優勝大本命、一気にトップにのし上がってきましたイタリアの組です。はい、スピードもありますし、はい、リズム感もいいですし、いいです。体の使い方もうまいですね、うん、バランスをしっかりしながら、しかも柔らかく体を使ってますから、カップルとしていいです。イタリアの組でした。そしてドイツ、オーストラリアのソロの演技に続いて、今度は続いてグループのクイックステップ、スタンダード部門の最後の種目になります。スロベニアのカップルです。広い会場ですね、どの組もね、楽しそうに走り回ってるというと表現が変ですけど踊ってますね、はい、近年そのソロダンスが入ってきましてからですね、はい、クイックステップが一番こう進歩したんじゃないでしょうかね。ああ、そうですか、はい、ずっと以前はクイックステップにはどっちかというと付け足しのような感じがしてたんですけど、今はその花形の種目になりましたね、スタンダード。確かに見栄えがするというか、ですけれども ね、はい、非常に大きくこのフロアを使います、はいはい、これでスタンダード部門終了です。日本の石原組なんかもクイックステップを非常に得意としてますからね。そうですか、はいはい。さあ、それではスタンダード部門成績の方をご覧いただきましょう。予想通りここでもイタリアが1位です。2位がスロベニア、ドイツのペアは3位、4位のモルドバとの差はわずか1ポイントです。そしてロシア、オーストラリアと続きます。クイックステップの成績でした。スタンダード部門の1位はイタリア、ラテンの得意なスロベニアは現在2位です。続いてモルドバ、ドイツ、5位のロシアはラテンを得意としています。それではここでラテン部門の決勝をお送りする前に、準決勝まで進んだ石原斉藤組のその演技の模様をハイライトでお送りいたします。観客から盛大な歓声を受けて登場しました。まずはラテンからサンバ。そうですね、石原組は会場での人気ナンバーワンですね。そうでした、大声援でね、この
奥にもいいですね。石原組が得意としている種目は何なんでしょうか。まあ、あのクイックステップですけどね、うん、ラテンも非常に成長しまして、そうですか、いいですね、はい、非常にキレがいいのと表情が明るいのとですね、いいですね。遜色ないですね。そうですね、ちょうど石原組とね、比較できますからいいですね。Fantastic dancing, and you don't need me to tell you that. ラテンからサンバの踊りをご紹介しました。続いてスタンダード。綺麗なカップルですね。そうですね。ビリーズワルツをご紹介しました。非常に柔らかくていいですね。先ほどのちょうどロシアのカップルが出ましたけれども、ね、はい、よりはいいですね。いいですね。斉藤さんの表情もねいいですし、多くのですね、ヨーロッパの役員とかジャッジもですね、はい、この女性がですね非常によくフォローして息がぴったり合ってることですね。それを褒めていましたね。日本人はどちらかというとビエニーズワルツは得意じゃないんだけれども、本当に得意とするダンサーを初めてくらいだと言ってましたからね、はい、ビエニーズワルツをうまく踊ってる日本人というのは、ね、少ないということでした。うまいと言ってました。見方によってはこの組よりいいかもしれません。そうですか、はい、はい、さあそれでは石原斉藤組のインタビューです。今日はですね、ドレスの選択も非常に良くて、非常に明るいキャラクターが十分に表現されていたと思うんですよね。で今回ここへね応援して送ってくれた日本の皆様にね、はい、何か一言ずつメッセージお願いします。はい、両親をはじめ先生や友達みんなすごい応援してくれたんで、とても感謝してます。これからもまた頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、世界で、日本、世界でのファイナルリレーを目指して頑張りたいと思います。じゃあ頑張ってください、はい、よろしく。ありがとうございます。ありがとうございました。鵜飼さんがインタビュアーとなって石原斉藤組にインタビューいたしました。はい、素晴らしい踊りでですね、うん、会場の一番人気で、はい、特にクイックステップは1位が ついてもいいんじゃないかと思うくらいの踊りでしたね、うん、残念ながら鵜飼さん総合では7位ということで、はい、ヨーロッパチャンピオンのモルドバのペアにポイント差1ポイント及ばずに、はい、決勝進めなかったんですけどね、はい、惜しかったですね。総合7位だったんですが、まあしかし実力をいかんなく発揮したこのペアの今後の活躍に期待いたしましょう。さあ続いてラテン部門、最初はサンバのソロ、トップバッターは地元オーストラリアのペアです。ちょっと変わったドレスですね。そうですね、でも非常によく合ってますね、うん、
そうですね、少しラテンの方がちょっと弱いですかね、スタンダードよりも、はい、特に女性のリズムがちょっときっとキレが少ないですね、膝のその伸びる瞬間が見えないですから、ラインがちょっと弱いかなという気がします。地元の声援をね、たくさん受けていいですね、会長も頑張ってます。続いてモルドバのペアです。ヨーロッパテンダンス選手権その優勝ペア、非常にスタイルのいいですね、はい、フレッシュな印象も与える、うん、好感度のカップルなんですよね。で出足は非常に綺麗だったんですけどね、だん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 やはりオーストラリアの女性と同じに少し弱いところが出てますね、はい、男性はいかがですか。あ、かっこいいですね、うん、男性はイヴァン・ズゼルチュク、はい、女性の方はオルガ・チュバリさんです、はい、でもこれからもっと伸びてくるんですよね、はい、ちょうど日本の石原組とよく似た感じです、ね、スタンダードでは3位でしたモルドバのペア。続いてグループでのサンバです。ではドイツのカップル、リズムのキレというのはですね、はい、しっかりしたバランスで立ってないと出ないということですね、うん、いいですね、はい、安定してます。あ、素晴らしい。スロベニア、はい、スタンダードはイタリアに次いで第2位でした、はい、女性の表現力もですね、うん、一段とアップしてますね、はい、これはロシアですね、はい、点は女性が非常によく踊ってて表現されています、うん、男性も非常にしっかりしてるんですけど、やっぱり少しネックと、はい、少しね、うん、一でも非常に踊りです、安定しています、はい、3番が終わりました。トップはロシアのカップルですね、うん、ニュージーランドの審判員からの評価はちょっと低いようですが、2位がスロベニア、3位ドイツ、続いてモルドバ、5位がオーストラリア、イタリア、6位というサンバの結果になりました。スタンダードとはだいぶ変わりましたね。そうですね、どうしてもそのエテフエテがありますから、うん、さあ続いての種目はチャチャチャ、ロシアの女性ですね、表現力が、あ、なるほど、うん、あ、これがロシアですね、はい、はい、先のはドイツですか、はい、はい、これはスロベニア、そして地元オーストラリア、10番はモルドバです、はい、そしてこれがロシア、はい、
まあ、今まではギマエフ・バシュラクのペアがいましたので、ロシアの考えてみればこの、シルデ・バストーバのペアはなかなかこの世界テンダース選手権に出るチャンスがなかったわけですよね、はい、うん、先ほどあのイタリアのカップルが出てましたけどね、はい、女性の立ち方がやはりラテンにしては弱いと、あ、スタンダードにはいいんですけどね、そこが難しいところですね、テンダースのスタンダードではトップだったイタリアのカップルですが、ちょっとラテンはそうですか、ちょっと苦手みたいですね。なるほどね、はい、これですね、はい、弱いですね、立ち方が。それではチャチャチャ、その成績です、ロシアのペアがこれも1位、2位がスロベニア、そして3位がドイツでした。4位はオーストラリア、そしてモルドバ、イタリアと続きます。さあルンバ、これはガラリと雰囲気が変わります。そうですね、うん、モルドバの選手ですね、ルンバはね、はい、表現力もよく表現がいいですから、他の種目よりもいいかもしれない。ああ、そうですか。この今手前のカップルです、はい、これはドイツのカップル、これイタリアですね。そうですね、スタンダードでは1位でした、はい、これがロシアのカップル、も思い込みかもしれませんが、ロシアというと大体体格のいい人っていう風に、ね、思ってしまうんですが、女性はどちらかというと小柄なキュートな感じの方ですね。そうですね、はい、昨年のラテンのチャンピオンのホルミカのパートナーですね、あの人もロシア人で、はい、もう雰囲気が彼女によく似てますね。ニキ・フォローバさんでしたね、はいはい、よく似てましたね、これはスロベニアのカップルです。さあグループのルンバ、1位がロシア、低い評価をつけているニュージーランドの審判もいますが、2位が変わらずスロベニア、ドイツが3位、モルドバ4位、5位がオーストラリア、そしてイタリアまたもここで6位ということで、ラテンはかなり苦戦をしています。続いてパソドブレ、点の中でもこのパソドブレというのは少しその踊りのタイプが違うんですよね、で女性のが少し低い位置で踊るんですね、うん、パソドブレというのは、はい、力強さを表現するためにね、上位の争いはちょっとあのどういうんですかね、タイトというんですかね、はい、接戦というんですかね、そういう感じはします。いいですね、この辺り、パソドブレというのは男性の表現力というですね、はい、これも非常に他の種目に比べるとパーセンテージが高くなるということですね、
ちょうど、まあ、マタドールというんですか、はい、投入し、はい、というか、ね、そのあたりの、はい、まあ、表現力が要求されるわけですね、はい、そういえばスペインのペアは20位をちょっと下回るあたりのところなんですね。スペインはそれほどダンスのいよいよ盛んですよ。そうですか、はい、どの国もヨーロッパは盛んですね、はい、で石原組がそれのはるかに上に行ったと いうことですからね、はい、すごいですね。アソドブレでした、はい、さあ気になりますが、このパソドブレ、やはりロシアのシルでファストオーバー組が1位であります。2位にスロベニア、そして3位ドイツです。そしてモルドバが4位、そして5位がオーストラリア、6位がイタリアです。さあ最後のダンスはジャイブ、まずはソロ。ミンシャーチョイ、アナスタージャ・ノボジローバ。スロベニアのペアです。まあ、こうして見るとあのスタンダードが2位でした、はい、そしてラテンも、まあ、トップには出ませんが、はい、こちらもやはり2位ということで、はい、総合力という点ではやはりナンバーワンということになるんでしょうかね。そうですね、安定してます。どのスタンダードもラテンですね。そこがあのテンダンスの難しいところですね。両部門十分にこなせないとチャンピオンになれないと、はい、確かにロシアのカップルはラテンでは非常にいい成績ですが、スタンダードは、はい、まあ、この6組の中では振るいませんでした、はい、逆にイタリアのカップルはスタンダードはトップでしたがラテンの方が振るわず、はい、ということで、総合成績はかなりの接戦になるんじゃないですかね。そういうことですね、はい、それぞれの種目の順位の合計点の少ない方から上になりますから、ということですね、はい、さあ変わって今度はロシアのペアが出てまいりました。ラテン部門はトップです。アレクシー・シルデ、アナ・ファストーバ。まあ、文字通り最後の最後の演技ということで、まあ、選手たちにとってはね、これ体力が一番こう使うところでこの激しい踊りになるわけです、はい、まあ、あのペース配分考えてますからね。そうですか、はい、うん、でしょうね、はい、これが最後のソロということでね、ここが一番重要だということで、計算してます、ね、はい、あの首から肩にかけての硬さ、男性がというねスタンダードのところではそういう話が出ましたが、ジャイブは問題ないですね。これは問題ない、全然問題ないですね、はい、非常に肩も使えてますね、はい、今度はドイツのペアの、はい、ジャイブのソロの演技をご覧いただきましょう。まあ、アメリカにその発祥を求められると言われますジャイブです、はい、いいですね、はい、特にあの女性の安定したですねリズム感というか、うん、いいですこのジャイブを得意にしているドイツのペアでした。
お知らせを挟みまして、今度はグループでのジャイブのダンスをご覧いただきましょう。さあ、6組のペアが登場してまいりました。グループでのジャイブ、文字通り最後の最後のダンスになります。最後ということでハッスルしてますね。スロベニアの監督です。楽しそうですね。そうですね。地元オーストラリア、素晴らしかったです。そうですね、全てのダンスが終わりました。大きな拍手歓声が起こっています。オーストラリアはメルボルンのボードフォンアリーナ。それではジャイブの成績をご覧いただきましょう。ラテン部門最後になりますが、ドイツのオキーストロング組が1位を獲得しました。ロシアは打点総なめというわけにはいきませんでした。3位がスロベニア、そして4位から6位は変わらずモルドバ、オーストラリア、イタリアの順でした。さあ、6組のペアが再びフロアに出てきました。観客から大きな喝采、声援を浴びています。まあ、達成感というんですかね、そういうものも選手たち皆さんお持ちでしょうが、はい、さあ、それではラテン部門の結果です。1位がロシア、2位スロベニア、3位ドイツ、4位モルドバ、そして5位がオーストラリア。スタンダード部門トップのイタリアが6位になっています。ラテンとスタンダードを合わせて総合成績が決められます。さあ、これから順に順位が発表になります。オーストラリアは6位です。まあ、地元の声援を受けて、まあ、決勝に残ったということでもね、素晴らしいことですからね。そして5位はモルドバのペア、イバン・ズゼルチュック、オルガ・チバリのペアです。そして4位はイタリア、イジアレッリ・アンドラッキオ。スタンダードトップになっただけにちょっと残念な結果ではあります。そうですね。さあ、ここからが表彰台。3位はドイツのペア、ジャイブでトップに立ちました。そのドイツペアです。さあ、優勝はスロベニアかロシアか。優勝はスロベニアのチゴイ・ノボジローバペアでした。スタンダード、ラテン、いずれも2位、まあ、総合力でやはりこのスロベニアのペアに軍配が上がったということですね、はい、そうですね。あの、観衆の皆さんもですね、はい、非常にマナーが良くて、国とかそういうことにこだわらずに、いいものはいいというふうに応援してくれています。ね、まあ、しかしロシアはやはりこのダンスの世界では大国だというのがよくわかりました。はい、そうですね。ロシアのカップルは2位。
さあ、それではインタビューをお聞きいただきましょう。 Unbelievable. I have not words. I don't know what to say. It was, it was wonderful to dance. And all what we were thinking about today is to dance and to give our heart to the people and leave the best possible performance on the floor. And we just did it. 世界テンダンス選手権、優勝はスロベニアのペアでした。